どうも、D チャンネルのデベスです。というわけで前回の続きからやっていきたいと思います。今現在ですね、この主人公と、マルティナの2人しかいない状態なんですね。これもしかしたらこの2人の状態でなんかしばらく旅とかしなきゃいけない感じなんですかね。モンスターとか。とにかく BGM がないんですけど、あ、いきなり聞こえてきましたね。よかった。とりあえずこれで、あ、ユグナチョはユグナチョ、あー、城から南にそれた感じのとこなんですね。だからもしかしたらその城の方に戻ったらまた合流できるかもしれないと。2人しかいないですからね、なるべく 無駄な戦闘は避けたいところなんですけども、これはこの橋を渡っていけばいいのかな。なんかいいのか、ちょっと変に木々の中入っていかないように道沿いにね、塔が行きやすいと思うんで。ただね、途中でまたなんか、あ、イベントがなんか襲ってきそうな気するんですよね。まあやっぱり、これ馬の鎧あんだけゴテゴテとしたらもう馬自身相当きついと思うんですけどね。やっぱ動物に服を着せるってのは、まあやっぱね、じゃあ何のための体毛なんだっていう話ですからね。人間みたいにこう進化してこう体毛も最小限になって、まあ服を着る意味を見出すならまだしも、多分地肌とかに合ってないでしょうからね。こういう鎧とか犬の服とか見てるとやっぱそう思いますよね。これは2対1で戦う感じなんか。2対1っていうか馬とのタッグで2対2みたいな感じか。主人公棒立ちじゃん。今のスライディングですりむいてないってのすげえな。あれ、馬がいない。ああ、今もうユグナージョのところに戻ったんですね。これはドラゴンとかも見かけないし、あ、いた。みんな棒立ちしてる。今のデルカガール王国には魔物がはびこっている。お、なんか核心に迫ることを言い出しましたよ、突然。はあ、デルカダールにウルノーガがいるっていう可能性が。あ、やっと虹色の枝手に入るわ。これもう正直なんで虹色の枝が必要になるのかっていうのはもう曖昧だったんですけど、多分これで
6つのオーブを探さなきゃいけなくて、それの手がかりがこの虹色の枝で判別するできるかもしれないっていう、何も見えねえんかい。あ、これで正式にローとマルティナが仲間になると。めんどくせえなみたいな感じで腰叩きましたけど、ローのやつ。ただこれでこっから何を手がかりにこれから向かえばいいのかっていう感じなんですけどね。これでなんか書いてあるのか、冒険ガイド、世界を冒険して命の体重への生き方を見つけよう。だいぶざっくりとした言い方になっちゃいましたね。これはなんだ、どうしたいんでしょうね。このダンジョン出たら何かしらイベントをまた発生したりとかするんですかね。うわ、なんだこれ。なんでか分からんけど、テームレボリューションの PV を思い出したんですけど、なんか今のショット、上からの。青オーブ全て置かれることによって、なんかそういった場所に行けば、命の体重への生き方が分かるみたいな感じなんですかね。あ、みんな見えたんですね。あの祭壇、セーニャとかは知ってるような感じなんですかね。ポッケの許容範囲でけえな、髪の。あ、それまで自分では持ってなかったんですね。ずっと髪が持ってたんですね。あ、じゃあもうこれでもう一気に2つ手に入ったっていうことですね。うわ、ローがめっちゃドヤ顔のような感じに見えるんだけど。ってことはもう残すは4つと。4つってもなんかめんどくさいな。祭壇のあった場所は命の体重の真下、おそらく恥し、し、し、始祖でいいんですか。始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。はあ、だからもう残り4つね。そうそう、もうセーニャの言う通りですよ。何、海底に沈んだとか、これまたなんか手間のかかりそうな、なんか藻がついてそうで、なんかそれでグリーンオブですとか言いそうな。世界中をくもなく回るには、まずソルティコの町にある水門を抜け、外海、外の海でいいんですかね、に出るのがいい。ソルティコはダールハーネの町から、あー、このユグナの方に向かう途中にあったなんか怒りマークのところに行けばいいんですかね。ソルティコの町にはジエゴっていうなんか地中海っぽい名前だな。はあ、水門を開けてくれる。あれ、なんかシルビアがなんか麗しげな、シルビア細顔長いな。じゃあ何でしょう、じゃあ船のところに行けばいいって感じなんですかね。じゃあもうちゃっちゃとルーラで、どうしよう、じゃあダールハーネの近海の方に行けばもう一気になんか港町のところに行ける。まだ未だにホメロスがいるってことはないでしょう。あ、もう花から船に乗ってるんですね。あ、じゃあもう、あ、もう近い、超近い。じゃあこの灯台のところ、あー、確かにありますね。これが門か。あー、こうやって見てみると、なんか今まで自分がその船で行ってたところは、その、なんでしょう、内側の海っていう感じなんですかね。だからその門を開けると、あ、ここか。その門を開けると行けるみたいな。もうすぐそばになんかすっげえ鉄器お城みたいな感じが見えるんだけど。さあ、着きました。ソルティアナ海岸。
もうすぐ近くにもう間違えるって感じですね。うお気持ち悪い。なんだっけ、 お化けウミウシだっけな。全然違いましたね。マジックリップス、マジックリップスってことはなんか呪文のタグを使ってくるみたいな感じなんですかね。あ、そういやロートマルティナのステータスとか全然見てなかったな。この初期装備とかそんな感じのことでしょうからね。あのヒットポイントはだいたい5、60ぐらいな感じですかね。これは魔法がどんな感じを使ってくるのかっていうのは後々分かってくる感じですかね。これは上の砂浜の方に行かなきゃいけないと。あ、でも奥の方にもなんか洞窟ありますね。わー、なんかこれ地中海っぽいの。あ、あれシーゴールムじゃないか。あの洞窟の方に、どう、まんま、マーモンもいる。そんであの船は、まあ、うちらが今まで乗ってきた船ですよね。で、このままこの草原の方に上がって南に向かってソルティクの街を目指すっていう感じですね。わー、ラベンダー畑もあるし、まあ、ラベンダーって決めつけてますけど、昆虫ってあれらしいですね。一番反応する色っていうのが赤色らしくって、あ、スライムナイトだ。こういうなんか緑色とか黄色とかそういったのはあんま反応しないみたいなの聞いたことありますね。あ、出た、これシリーズ初のスライムナイトじゃないですか。ちょっと目引っ張られてるような、頭引っ張られてるような感じなのかな、あの上のナイトに。ちょっと目が細長な感じでしたよね。ああ、よかった、ベロニカルベル上がりました。新しい呪文覚えた。なんだ、魔法カンタ、あ、魔法跳ね返すやつですね。まあ自分で唱える分にはそんなに役には立たなくて、ただ敵で使ってくるとちょっと困るっていう。奥の方になんか今、あ、これは前にも戦ったことあるかな、あの洞窟で。これは、あ、ヒグラスとか。さっき言った通り、なんか昆虫ってなんか昆虫自身はなんか色の判別ができないみたいで、その白黒でしかなんか見えてないみたいで、その中でもなんか赤のその色具合ってのがなんか一番引きつける色らしいんですね。その次はなんだっけな、黒とかそんなそういうのに反応するっつって、だから外人とかよりも日本人の方がなんか蜂とか襲われやすいみたいな、そういったのは確かその生物とかそういったのじゃなくて、なんか国語の授業で聞いたことあるような気がするんですよね。なんか虫たちの生態みたいなので、中学校の頃に。うわ、でけえ立派なとこだな。あ、でもほんと地中海みたいなとこですね。あ、カジノがある。このシリーズ初のカジノですよ。海岸もあって、うわー、なんかセレブリティなところですね。あ、私ちょっと話すみ、さっきからシルビアの挙動がおかしい感じですけども、もうあれですかね、街を散策してる間ずっとシルビアトイレに行ってる感じなんですかね。はあはあ、ジエゴには伏せてあると。器用なウィンクしたな今の。うわ、すっげえなんかヨーロピアンな雰囲気ですね。英雄グレイグ様、え、英雄グレイグ様が、あのさっきのあの紫色のやつですよね。はあ、何、グレイグも過去ここに来たことあるってことなんですか。じゃあこれもしかしたらまたグレイグに会うかもしれないってことなんですかね。あ、こいつもなんかグレイグみたいな髪型してますしね。これより先は町の名士ジェイゴ様の屋敷。あ、じゃあもう、いや、ジェイゴ様のところに行って門を開けてもらうということですかね。屋敷らしきものが2つあるんですけども、こっちかな、開かない、こっちじゃない。あ、なんか剣士が戦ってますね。
まあ単純に騎士たちが稽古に励んでるっていう感じですかね。まあ、ジエゴさんもそうなんですけど、やっぱカジノも気になるっちゃ気になりますけど、2万5000ゴールドでそんな大して遊べないな気するんですよね。わ、なんか初めから待ってましたよみたいな感じで待ち構えてたけど、セザール、はい、ジエゴは、あ、噂のデルカダール城に行ってると。これもしかしてなんかジエゴがなんかその、ウルノーガに洗脳されてなんか変なことしでかすとか、そういったこととかあったりするんですかね。なんか変なやじとか頼まれそうな気するんですけどね。あ、でもなんか素直に従ってくれた。ローもニコって笑ってるし、水門開けておきますので皆さん船に乗って、あ、もう船に乗っていい感じなんですかね。じゃあもうちゃっちゃともう外出た方がいいですかね。カズノはもうちょいお金持っといた方がいろいろ遊べそうな気がするんですよね。多分コインに換算、あの還元っていうか、その交換しなきゃいけないと思うんで、そうすると多分1コインでなんか数十ゴールドとかそういったの取られるような気がするんですよね。清めの水ってなんか、ここら辺の清めの水ってちょっと怪しいような。さあ再び海の方へと戻ってまいりました。これで、あ、赤いマークがついてますね。これさっきまで閉ざされていたんですが、この付近まで行くとなんか、あ、これはこのまま特に何事もなく進めるような感じですかね。なんかシルビアがなんか怪しい行動を取ってたから、なんかそれに関するイベントとか あるのかなと思ったんですけど、なんか過去にシルビアがなんかこの場所でやらかしたとか、こうやって見るとでけえなシルビアって、あれなんかシルビアとなんかよく見ると似たような組み方してるな。いやもう隠れるならもういつのこと船の部屋とか隠れればいいのに。そういや船の探索とかできないですね今回。ドラクエ7とか自分の乗ってる船とか調べられたと思うんですけど、大海原大海原ですね大海原って範囲がもう広がって、許容範囲って探索する範囲が広がって、だから現れる敵とかもより強くなってくるんじゃないかと。なんか見知らぬ敵とか、うん、変わらずですね、せめて海の生物と戦いたかった。おー、なんだなんかビカーって光ってるんですけど、これは今現在はいけないような感じか。なんかいつかなんか空飛ぶなんか手に入れて、なんかそういったのを進めるような、そういった感じなんですかね。お、なんだ、あ、降りた。何のためらいもなく降りたな。
そしてすっげえ困ってるし、シルビアとアリスが。ああ、今船が座礁してる感じなんですかね。割と近いところにあって、もうしかもすぐそばにこんな感じでね、もう朽ち果てた船とかありますからね。同じ末路をたどる感じはあるかもしれないですけど、この場所のことはどこにも書かれてない。はあ、外界に出て割とすぐのところなんですけどね。はあ、神隠しの海域、その実際の世界にもそういったのありますよね。なんかそういったところ通ると、あ、宝箱だ。そういったところ通ると必ず遭難する、ナンパするとか、そういった感じの。あー、小さなメダルか。まあやっぱ地味になんかそういったの現れたりするんですね。もうすごい幻想的な場所ですもんね。こういったなんか色の白い岩と上の紫色のモカなんかなんですかね。そういった色合いを見るとなんかドラクエ5のジャミを思い出したりするんですけどね。お、なんだ、何も食べもなく水触れる。お、なんだ、あ、人魚だ。人魚だって勝手に決めつけてるけども、このもうなんでしょうね、装飾具合がもうまさかなんかアラビアの国の人ですみたいな感じで、踊り子ですみたいな感じでやってくるとは思わないでしょうし、こんなね入り江とか書いてあったらもういかにもな、やっぱりなんか 人魚のような、ほら鱗もあるし。大丈夫なんですかね、こんな不用意にこう陸に上がってなんかカピカピに乾いちゃったりとか、そういった心配は。さっきから機内って何なんでしょうね、機内と一緒ねっていう。私はロミア、機内が来てくれるのかと思ってつい飛び出してしまった。機内っていう人を待ってるってことなんですかね。機内はナギムナー村に住む人間の漁師、私はこの入江で彼を待ってるの。はあ、結婚の約束を。はあ、ドラクエの世界でもこう種族の違う者同士で結ばれるっていうのはなかなか珍しいことなんですね。海底王国の女王、何も海底王国がいるっていうのも前提ですね。ああ、これはなんか機内が何かしら起こしてるっていうパターンですかね。あ、お安い御用なんだ。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるよ。へえ。ナギムナー村はホムスビ山地、あれホムスビ山地って行ったことはありませんでしたっけ。ホムラの里とかそういった男に、荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のように大らかな、とにかく海っぽい男ってことですね。なんか海原とかそういう名字とかだったりするんですかね。そんなドブンって潜れるほどの深さじゃないような気がするんですけどね。開いた。あ、でも今船が座礁してる感じなんですよね。いけるんかな。機内以外の人間にこの場所のことは知らせないでください。ああ、なるほどね。ああ、人形を嫌う人がいると。あ、まあなかなかね、相入れない存在とかあったりするもんですからね。大丈夫なんですかね。座礁してた船がなんかそのタイミングでもう治ったとか、そういうご都合的な展開が、あ、ロミア姉さんが浮かしてくれると。なるほどね、そういう展開か。
じゃあここからナギムナ村っていうところに行けばいいんですね。さあ海に出ました。こっから、割とあるような気すんな。これどうなんでしょうね、このままこう逆にこうマップの外に行ってみると逆にこうに、東側の端っこの方に行くみたいな、西の最果ては東みたいな、そういった感じでつけたりしますが、おお、なんだこの紫色の鮮やかな色合いのやつ。ガスト、まんまだ。まあそこまで高いヒットポイントではないと、まあ、やっぱ全体攻撃やってくるとまあしんどいですよね。やっぱベロニカはやっぱレベル上がると魔法能力もその分上がって、今んとこのエースはやっぱベロニカとかその辺になってきますかね。うん、あー結構もらえるな経験値。ガストから結構潤沢な経験値もらえる感じなんですかね。あのピンク色の主成分は何なんだろう、アントシアニンかな、ナスみたいな。うわすごい霧とか包まれてる、これ進めないとかそういったのあるのかな、 このまま進めませんとか、もしくはなんか逆に行きすぎるとなんかめちゃくちゃ強いモンスターに遭遇しちゃいますとか。あ、渦潮のやつ、こいつ戦ったっけな。さあゾーンに入りました。ゾーンに入ったけどやることは変わらずと。やっぱりそのオートで戦わせると一匹ずつ仕留めるっていう感じになってきますね。もう全体一気に攻撃するっていう感じではなくて、いいですね、焼き魚になりましたね。今日の夕飯には困らないと。ただまあやっぱりベロニカの防御力の低さがやっぱしんどいところではありますね。新たな僕とか買わなきゃいけないかな。あーでもこれどうだろう、進めない感じなんかな。でもこう左下のマップで見る分にはなんか進んでるような感じに見えるんですよね。あ、いけた、よかった、思惑通り。ほらこの感じで陸が見えてきましたよ。じゃあこっち側に回って行けばその船の降りる桟橋があるんじゃないかと。うん、特にその場所移動したからってモンスターの強さが変わるってわけではなさそうですね。ただなんかいきなりジョーカーでダイオウイカみたいなのがやってきたらひとたまりもないですけど、過去のドラクエシリーズだったらそういったのもあったような気がするんですよね。ちょっと万年のためにじゃあ神を回復しておいて、もう一気にもう降りるとこまで行っちゃいましょう。あと1回か2回ぐらいは敵に遭遇しちゃうかな、大丈夫かな。なんか呪文でなんかなんだっけな、トヘロスだっけな、敵が出にくくなるみたいな呪文が、うおなんか竜宮城っぽいなんか 和風みたいな感じのところがありましたけど、それがナギムナってとこなんですかね。さあ着きました、ナギムナ村船着き場と。あ、もう最初からナギムナ村って書いてあるんですね。あ、もう村のマップですね。こう渡っていくとナギムナ村に着くと。こちら辺は特に何もないっていう感じかな。こっち側行けないと。あ、この井戸は入れないと。こんな海近くの井戸があったらなんか塩水しか汲めなさそうな感じなんですけどね。どんな感じでしょうかね、ナギムナ村ってのは。おお、なんかちょっと原始的っていうか南国な感じですね。あ、南国だなこれ。あの瓦とかどうやってこう組み立てたんだろうっていう、
職人さん絶対足滑って落っこちてそうな。お、ロミアに聞いた話によると世界一の真珠が取れる。へえ。やっぱ女性はそういったの一気にテンション上がるんですね。男たちは見当たらない。ああ、もう神はとにかくサバサバとしてますね。というわけでナギムナ村に着きました。青い海と真珠が自慢の村だということですね。真珠を買いに来たのは他の村へ行った方がいい。暴れクラーゴン、クラーゴン、え、あのイカ、あのホメロスが出したあの。今真珠が取れないっていう感じなんですかね。今現在は赤い印が出てる。機内を探している。何そこあるモンスターみたいな。やっぱそこら辺やっぱ南国を意識してる感じなんですかね。機内のお母さん、夜はとても早く寝てしまうから昼間に教会行くといい。じゃあもう今のうちに教会行くといいって感じなんですかね。うわ、だいぶ上の方にあるな教会。もうさっきから行く町行く町、海沿いが多いですね。お、すごい呆然と見上げてるけど。化け物イカが海を荒らして今は真珠が取れないとは、やっぱ噂は本当らしいですね。いかにも田舎臭い教会は。田舎臭い教会ってなんだろう。これで高圧切ったわけだ。あ、もう民家なんかこれ。特に敷居があるってわけではなさそうですね。こっちか。今のおかっぱに近い女の子すごい目つきがキッとしてたな。今から聞かせるのはこの村に伝わる忌まわしい呪いの話。呪いの話を今から子供たちに伝えるの。最も恐ろしい生き物の物語。ああ、あ、人形だ。うわ、すっげえポカンとしてる子供たち。あ、この人がキナのお母さんですか。あ、キナが今イカの胎児に出てると。はあ、イカを倒さなきゃ機内には会えないという感じなんですかね、これは。
あやっぱりあのロミアの言った通り、その人魚を嫌う人がいるっていうのはもうまさしくこの人だったみたいですね。というわけでこの後はじゃあイカを退治しに行かなきゃいけないっていうイカがね、あのくしくもかかってしまいましたけども、というわけで次回はその暴れイカを倒すっていう展開になるんじゃないですかね。今回はですね、ここで一旦終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。